よーし、合戦に一回勝利。ということで、まあ皆さん兵が余り始めたと思うんで、城攻めですか、心せねば、行ってもらいましょう。ちょくちょく城を奪いに参る。君らは絶対ここなんですよ。城を奪おう。よいしょよいしょ、これで行ってもらいながら倒していくと。シンプルなやり方でいきます。で、君たちどこ向かおうとしてんの、よくわかんないですが、よくわかんないですが、ここは向かってほしくないですね。城攻めですか、心せねば。よいしょ、城を日の字を向かってもらえますか。城攻めですか。まあ一応こんな感じで士官もいっぱいしてくれるらしいので、じゃあ士官もさせましょう。考えが。よいしょ。で、温情いたしまする。狙い衆の放った矢という、あの狙い衆が来てくれました。着手しようか。して論功交渉、ありがたいの。武将が一人増えましたね。良くも悪くも。お使いし。足りてなかったので、これはありがたいということで。内藤信成も獲得と。このスピードでガンガン行ってくれるなら十分でしょう。手に入れるぞ。よいしょ。で、君たちが行ってくれると思うんだけど、それはこっちだな。あの城を奪いに行く。いやー、ここだろ絶対。あの城を奪いに行く。うん、ここでいいね。城を奪ってみせます。着々と取ってってもらいましょう。力を及ばず申し訳なし。で、来週がやってくれてると言ってるし、よし、同盟12ヶ月さらに結べました。武人を始める。今正直毛利君は厳しいんじゃないかと思ったけど、毛利頑張ってますね。おとなしくしやがれ。よいしょ。貴君にはお使いできません。長崎も家先輩を感謝いたします。で、そこまで取れたと言ってくれてるので、まあ絶対こっちだろうね。手際よく城を奪おうぞ。君はでもこうかな。城を奪いに行こうぞ。合戦とか言ってるけど、戦の始まりぞ。川についていたら。よし、この城突破。秘伝にはお使いできぬ。じゃあ返してあげて。いやいやいや、まだでしょ絶対に。こんなん言ってくださいよ、清須城。行くのは清須です。城攻めに行こうぞ。君たちは長島城とか言ってるけど、長島城でいいか。城を落としてみせる。ここまでか。士官と申し上げたし、寺社仏閣は欲しいけど、温泉郷が出てないんですよね、まだ。なんか知んないけど、温泉は必要なんだけどな。引くことになろうとは。よし、倒せそうですね。ここも着々に。不覚だな。不覚だが、退くしかあるまいと。陣を構えよ。そして城主任命をしましょうということで、赤井直政入ってくれるなら入れましょう。いいですね、めちゃめちゃ足軽が育ってくれております。いつの間にかこんなにゲットしたのかっていうぐらい足軽がいっぱいいるんですが、とりあえず人入れとくか。足軽、足軽。喜びにござる。よし、織田家から着実に城が取れてますね。あとで浄化施設は入れましょうか。感謝いたす。今一生懸命入れる必要はないでしょう。よいしょ。出直してまいれ。で、こんなん間に合わないのがもう分かりきったので、城を奪いに行くぞ。攻めるのは長島城でいいでしょう。城攻めよ。
よしよいしょ。よろしいでしょうか。援軍がめちゃめちゃ出てるけど、ここまでか。まあどうにかなるでしょう。聞く。まこと愛すまぬ。で、まあいろいろ攻めてはいたんだけど、いやー落ちるだろう。潜伏して加わると。良いですね。で、僕は今見つけてしまったんですけど、こいつを倒さないといけないみたいなんで。我に続け。いや待て待て、お前は出るな。いかがしましょう。いや出てもいいんだけど。これ以上は戦えぬか。そこ出られちゃうんだね。めんどくさいけど。戦の始まるぞ。まあまあまあ、それはでも許容範囲でしょう。我らが守る城を落とす。雑退が仕方ないですね。兵が出ないことがもう冷えちゃってたんで。城は我らのものぞ。オッケー、高取城も突破でございますと。説を変える気はない。礼を返してあげて。お前らは帰宅かな。側近入ってくれ。まあ頑張りましたというところでしょう。戦じゃ、みんな心構えをせよ。敵勢退けたり。よしよし、あとはどこ攻めるかだけど、もう軍結構出んじゃないの。出るよね。そう、知ってた。そうすると多分こっちって言った方が全体的に出てくれるので面白いかな。6900、ここだね。出陣しますぞ。はいはいはい、次はこの辺り行こうか。君たちこっちだろう絶対。城攻めと行くぞ。1800。うん、明智隊もこっちだね。四国隊は神宮城狙いでいきましょう。我らで城を奪いに参る。じゃあこんなもんでいきましょうか。こんだけ嫌がらせ受けたらさすがに戦わざるを得ない。そして武田くんが無理なのか。武田援軍出したかったけど無理と言われちゃ仕方ない。これまでか。下がる。信長隊の軍勢圧は一瞬で終わるな。一つよろしいか。いや厳しい。さすが織田家って感じがする。必ずや制止する。待って待って。君ここやね。攻めよ。君もここ行こうか。城攻めですか。心せねば。城を奪ってみせます。赤い直時4800。いいな。城攻めはここ行きましょう。よしよいしょ。ここだぞ絶対に。行くのは長島だ。これは長島行こう。長島城向かってください。城を奪いに参る。まあザカザカ言ってるんで、戦の支度だ。どうにかなると思うんだよね。この風注いで見せる。プラスアルファで俺軍出してたと思うんで。兜割りは強いけど。これまでか。下がる。この城手に入れるぞ。城を我らのものとする。かようなことになると。こっちだね。城攻めに行く。将軍13000しかいないと。戦えぬか。引くことになろうとは。まあまあまあ。引く。ザクッとやってもらいましょう。こと不甲斐なし。城を囲め。攻め立てよ。
これはでもこうなるよな。よいしょ、出陣する。まあ軍は出してるようだけど、これきついだろ絶対。あ、台風ほぼ被害なし、それはでかい。で入れましょう、必要なものは。二段詰書もう一個ぐらい入れとこう。どうぞお任せあれ。そして従属九州いいね。よき案がござる。山名愚策を申し上げた。養老衆というやつも入れてやって、あと軍開発か。労力が足りません。はい、背を向けねばならぬと。硬いよ、めっちゃ硬い。チリ族しかあるまい。戦が始まる、備えよ。よいしょ、織田家が硬いですね。そして援軍を出してくれないんですよ、武田がこんな広がっているというのに。声を上げよう。なぜ。わしでは引けって言ってるけど。不覚を取ったわ。まあでもこう行くしかないんで、これで行きましょう。多分さすがにどっかの城1個は取れると思うんだよね。よいしょ、進軍について。まあ中島城はでも取らないといけないだろうな。聞くほかはなし。畜生、ここまでかよ。よいしょ、養老衆がどうのこうのって言ってくれてるのは嬉しい。不甲斐なし。で、キオス落ちてない。キオスが落ちてないだと。キオス落ちてないのか。まあでもキオス落とさないといけないんで落としますか。口をしな、引く。よいしょ、でこっそり狙ってたこの城、あ落ちてないね。出陣じゃ。明智光秀隊頼むわ。我が武を示す時が来た。よいしょ、あーようやく届いた。引くことになろうとは、引くことになろうとは。そして合戦してくれてるんで倒してもいいんだけど。これまでか。下がる。微妙言うね。兵どもよ、よーし、山名を確保しました。山名隊確保。お、武将まで上がってる、嬉しいね。徹底抗戦が効果あったってことか。おっとおっと、こっちか。ありがたき幸せ。本願寺剣にも上がってくれてますね。感謝いたす。でこれによりまあ良くも悪くも攻め先は増えてくれたんで、攻めていくってことはできやすくなりましたね。虜となっていただく。あ、和平さん獲得。よいしょよいしょ、下がる。いつ突破できるのか分かんなかったけど。皆の者、城を攻め取れ。もういい加減。ここまでかよ。亀山城どうにかならんか。19000。結構出てるよでも19000だったりで。城攻めを始めるぞ。よいしょよいしょ。あ、仕掛け家とはここまでか。楽しいですかね。そんなことを言われてしまう悲しさもありますね。くそぞ、腕が鳴るわい。3万人出るらしいな。行かせるか。ここは行ってるでしょう。まあまあまあ、とりあえずのんびり行こう。言うてもやってる、仕事をやってないわけじゃなくて、やっててこれなんだ。これは覚えとかないといけないところ。敵軍、
退けたぞ。やるだけやってんだこっちは。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。このままいって倒すしかない。城を攻めよう。みんな行け。であとは絶対に援軍が必要なのを分かってるんで、武田君の援軍を待ってるんだけど、武田これ今見たら織田と同盟結んでるから厄介ですね。退くしかあるまい。でここまでやって倒せないとなると一旦あれだね、兵が足りない感じだよね。勝つ準備をせねば。えってかまあ追い払うまでも合戦が必要。打ち取り申した。明智光秀で取ったんじゃない。おお取れてる取れてる、完璧だ。お、そしておめでとうござる。畿内の城は全て当家が抑えました。何百年ぶりの快挙でしょうか。ついに畿内金国に正室をもたらすことができたか。皆ご苦労であった。応仁の乱で荒れ果てた京を含む近畿一円は、数々の大名が幕府の主導権をめぐって絶え間ない戦を繰り広げてきた地であった。だが平穏を取り持たんとする足利家の努力の甲斐があり、ついに近畿は統一の日を迎えたのである。全国ではまだ戦の炎は消えていなかったが、この近畿は足利家の支配により平和なひとときを謳歌していた。よかったよかったということで、さすがに天下目指しますよ。足利の野望でございます。他勢力を従属させるか、攻めを滅ぼすかというところで、結構161城のうち41城しかまだ持ってないというね、それぐらいのタイミングでござるということなんだけど、とりあえず同盟は必要なんですよ。お、領地替え、戦に備え。いいよ、領地替えはしてあげよう。でなんか軍来てるのが厄介すぎるんだが、明智隊ぶつけるか。一応攻め立てようぞ。定義出陣中だから無理だよって言って。皆の者、戦の支度だ。わしに従え。二部隊ぐらい出るっぽいんで、とりあえずぶつけるだけぶつけておきましょう。同盟は飲みます。メイドにてまず。足軽大将がやられるか。これ以上は戦えぬか。屈辱忘れぬぞ。力を尽くしたのだがなあって言ってるけど。これでも結構軍出てくれてんじゃない？わからんけど。わしに従え。明らかに出てるよね。まだ武を示す時が来た。おお、浅井長政来た。あー嬉しい。てかまあ人が揃う。黒田官兵衛もいるじゃん。あ、鈴木重秀もいる。めっちゃ欲し、めっちゃいいの。待ってな、ここだ。人入んなかったか。向こうには敵将が首は我がものよ。まあ、入んなかったなら仕方ないけど、一応人がいるんで、うつらがどうにか対応するでしょう。厄介すぎるけどね。いや、狙いは神宮城に変わるだけ。城を奪うぞ。君たち頑張って神宮城を突破してください。我らのものとせん。これ以上は戦えぬか。まあ、ここまでやってるからね。頼むから落ちてくれっていう感じだね。よし、長宗我部国親が亡くなりましたということで、まあでもあんま関係ないね。神宮について。よいしょ、このまま落ちるまで攻めるだけ。攻められるところを攻めるだけなんで、あんまり関係ないよね。あれ、ここ行くって言ってたよな。ここ行くって言ってて、ここも倒しに行かないとダメだね。
あ、今川が動き出してくれた。それはでかい。それは本当にでかいな。次は勝たせていた。これで倒せそうだ。注いで見せる。いや、悪くない悪くない。松平軍が動いてますね。戦の支度だ。やれやれ。これ以上は戦えぬか。戦となる。婦人を始め。よいしょよいしょ。敵を打ち砕いたぞ。敵を打ち砕いたか。他はなし。やれ。城攻めを始めよう。引くことになろうとは。いや、マジで重要よ。攻略目標入れてない俺も悪いけど。取れ取ってくれ。よし、敵将を捕らえたわ。お断りよ。完璧だ。いや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 、まだでしょう。これはもう絶対に行くのはここですよ。我らで城を奪いに参る。川についていただこう。お断りします。感謝いたします。よいしょ。ここは帰宅でいいんじゃないかな。いや、帰宅させるぐらいだったらさすがにここを取りに行った方がいいね。あの城を奪いに行く。城を我らものとせん。で、ここが落ちてないのか。落ちてない。ついて参るのだ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。